皆さん、今日のゲストはコンプリヘンシブルジャパニーズのユキさんです。ちょっと前にユキさんとインスタグラムと YouTube で短い動画を作りました。今日は少し長い動画になります。ユキさんにたくさん質問をしていきます。テンポよく答えてもらおうと思います。ちなみにユキさんのチャンネルでは私が質問に答えているので、そちらもぜひ見てください。 それではゆきさん早速始めましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはいじゃあテンポよく行っていきたいと思います一番お名前は何でしょうか木村ゆきですはい何月生まれですか二月生まれですはい出身はどこですかえー、生まれたのは九州の大分県です大分県なんですねお面白い、はい、じゃあ兄弟がいますか はいえー、年上の姉が一人います。おお趣味は何ですか？えー、趣味は外国語の勉強をすることです。今は英語と韓国語と中国語を勉強してます。おおすごいです。じゃあ新しく始めてみたい趣味がありますか？うん正直今は新しい趣味を始める時間はないんですけど。<laughs> 将来、時間ができたら、えー、ヨガをやってみたいなと思ってます。いいですね。じゃあ、長所は何ですかうん、そうですね。長所は、真面目なところだと自分では思ってます。<laughs> はい。短所は、何でしょうかそうですね短所は えっとマルチタスクが苦手で、<laughs> やらないといけないことがそう,、ね、<laughs> そうなんですよ、やらなくちゃいけないことがたくさんあると、ああってパニックになってしまいます。でも意外でしたそれは、面白かった。本当ですか？は,はいはい <laughs> そんなふうに見えませんでした。じゃ今朝何時に起きましたか？はい、今朝は六時に起きました。じゃ私と同じですね。じゃ今朝起きて一番にしたことは何でしょうか？うん、えー、まずコーヒーを入れて。 コーヒーを飲みながら、えー、韓国語のポッドキャストを聞きました。いいですね。じゃ最近買ったものは何ですか？最近買ったものはちょうど今ここにあるんですけど、はい、<laughs> アイマスク。<laughs> え、それは夜寝るときに使っているんですか、はい？えっとですね、そうです、そうです。夜私眠りが 眠りの質が悪くって。いろいろ試していて、ちょっとアイマスクを最近買ってみました。あ,<ー>あ、じゃあ効果があるといいですね。そうですね。わかりました。<laughs> じゃあ今までに何カ国旅行しましたか。はい、えー、っと、九カ国旅行しました。うん、お、じゃあ今、えー、っとで、ね、次は。どの国に、その中で、どの国にもう一度行ってみたいですか。うん、えー、っと、どの国も。 すごく良かったんですけど一つ選ぶとしたらニュージーランドにまた行きたいです。あニュージージランド行ったことないです。じゃあまりうんこれもうん世界中いろんなとこ行ってみたいんですけどえっとそうですねイタリアとかギリシャとかあの辺のあの なんて言うんだろう地中海のエリア、うん地中海に面した国にいつか行ってみたいです。あいいですね。じゃあ得意な家事は何でしょうか。家の仕事ですね。家事は何でしょうか。<laughs> えっと家事はどれもあんまり得意じゃないんですけど、私もです。しいて言うしいて言うなら洗濯物を畳むのが早いです。お,お <laughs> <laughs> いいですね。わかりました。じゃあ苦手な 嫌いな家事がありますか。はい、うん、掃除が特に嫌いです。そうなんですね。わかりました。はい、じゃあ,あの九州のことをお伺いします。九州で一番おすすめの観光地はこれ難しい質問かな。<laughs> うん、あのー、おすすめの観光地たくさんあるんですけど、私が行った中で好きだったのは、えー、大分県の湯布院という温泉地です。 いいね、はい、温泉も気持ちいいし、あの街の雰囲気がとても素敵でおすすめです。わかりました。じゃあ、福岡のおすすめの名物料理はありますか。<laughs> やっぱり豚骨ラーメンですね。おお、豚骨ラーメン、わかりました。じゃあ、本について、今どんな本を読んでますか。はい、うん、実は今は、えっ、ー、と、特に読んでる本はなくって、ま、うん、ちょっと前に。 これ多分のりこさんもあのインスタか何か、はい、ツイッターか何かで紹介されてるのを見たんですけどパチンコ,パチンコ読みました。ちょっと前に読,み、うん、読んですごい面白かったですうん。なんかドラマもいいらしいですね。そう聞きました。はいうん、じゃあ最近どんなドラマを見ていますか <laughs> これものりこさんからの影響を受けてるんですけどえっと つい先週見終わったんですが、えっと、この間、のりこさんに教えていただいた韓国ドラマのシスターズ。おお<ー>。はい。すごいよかったです。よかったですよね。よかったです。で<は> <laughs> ちょっと話が逸れるので我慢します。うん、すごい面白かった。は,い、はい。では次なんですが、YouTube をやっていて、やりがいを感じるときはどんなときでしょうか、はい、そうですね。やっぱり、あの、 えー、視聴者の方から動画がよ、うん、あの動画が役に立ったっていうコメントとかメッセージをいただくときがや一番やりがいを感じます。わかりました。逆に YouTube をやっていて大変なことはどんなときでしょうか。どんなことでしょうか。うーん。えっと今は全部一人でやっているので、こう何か悩んだときとか、これ、うん、どうしたらいいかなって迷ったときとかに相談する相手がいないことです。うん。 ます。じゃあ次は全然違う質問です。何か運動していますか？はい、えっ、ー、と特別な運動はしてないんですけど、私3歳の娘がいるので、えっ、ー、と娘の保育園の送り迎えを、うんえー、いつも自転車でしています。わかりました。えちなみにママチャリですか？ えっと、そうですね。ママチャリで後ろに子供を乗せて、ね、おお、はい、いい運動になりそうです。<laughs> では、もしの話です。もし宝くじが当たったら、どうしますか。<laughs> えっと、まず家を建てます。<laughs> <ー>で、残ったお金でたくさん旅行をしたいです。うん,うん、わかります。もしタイムトラベルできるなら、過去に戻りますか。未来に行きますか。そうですね。えっ、ー、と、これは過去。 ですかね。うん、未来を見るのはちょっと怖い気がするので、<ー>過去に戻ってなんか思春期の自分にいろいろアドバイスとかをしたいです。わかりました。では子供の頃の夢は何でしたか？えっと小学生の頃は、えー、獣医さんになるのが夢でした。犬が好きだったので。うん、はい。では初めてのアルバイトは何でしたか？ えとコンビニの店員ですね。ファミリーマートでバイトしてました。<お> <laughs> ファミマだったんですね。わ <laughs> かりました。初めてのデートは何歳の時でしたかえっとね、多分十15歳ですね。高校1年生だったと思います。あ本当にそうか。うん映画を見に行った記憶があります。わかりましたじゃあ。最近のマイブームがありますかうんとこれは 悩んだんですけど、な、うんかあるかなって、えー、と辛い食べ物ですかね<ー>、うん。もともとすごい好きだったんですけど、最近、特によく食べてますえあの。韓国のインスタントラーメンとかですか？<laughs> あそうです、そうです、わ <laughs> かりました。では、三十番目。最後の質問になるんですが、多分三十。飛ばさずに言ったと思います。はい、じゃあ、最後の質問、えー。何をしている時に幸せを感じますか？ と朝早起きして家族がまだ寝ている時に寝静まっている時に一人であの外国語の勉強をすることしてる時が一番幸せです。あ、朝活結構。そうですね。朝活してる時が幸せです。静かな時ですね。そうですね。一人の時間が今はなかなかないので。 一人の時間がすごく貴重で、あの幸せ。幸せというか。うん、いや、わかります。これ、確か。私、さん。はい、たくさん共感した人いると思いますね。お母さんたち、特に。うん、うん、面白かった。お、じゃあ、あの、あっという間に三十問ありました。今日はありがとうございました。 はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんも、聞いてる皆さんも、こんな質問をね、ぜひ、あの、言語交換パートナーなんかとね、やりとりしてみてください。今日はここまでです。